中日の小笠原慎之助投手が23日名古屋球場に隣接する選手寮昇竜館で契約公開交渉に臨み保留した球団が提示した条件に対して「熟考するための時間が欲しい」ということでサインしなかった 8年目の今季は、自身2度目となる開幕投手を引き寄せると、3月31日の開幕戦、巨人戦、東京ドーム、では145玉の熱投。チームの逆転勝ちを呼び込んだ。7月には自身初のオールスターにも監督推薦で選出。 最終的には3年連続規定投球回となる160イニング3分の2を投げ7勝12敗防御率359の数字を残した交渉後会見場に姿を見せた小笠原は金額が金額なので一発でハンコを押すことを考えた時にもう少し自分で考える時間が欲しかった基本9以外の話もしていたので 人としっかり整理して自分がモチベーションにできるような契約にできればと話した小笠原の今季年俸は6600万円私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです今年1年見てたら小笠原の評価は難しいよね1年通してローテ守ってイニング投げたことはもちろん評価されるとこだけど 他の投手に比べてて援護があったた中で打たれて勝ち星伸びなかったとかもある。特に後半戦になるにつれ、どんどん悪くなってきたし、エースとして期待してる球団の査定と、1年投げきった小笠原で、多少差が出るのはしょうがないかなと、多くのイニングを投げたわりに勝ち星に恵まれていないのは確かだけど、ドラゴンズの中では比較的打線の援護があった方ではある。 粘ってほしいところで簡単に点を取られなければもっと勝ち星を伸ばせたと思う来年はぜひ2桁は勝ってほしいヒロトの上昇率を見ても打線の援護に左右される白星が増えなかったことは査定には大きく影響していないことはわかるただ防御率となると別なんだろうな ローテ守って規定投球回は評価されるだろうけど柳谷廣人より1点以上悪いのは査定に結構影響してそう中日はチームが最下位で球場にお客が入り選手の年俸を抑えることがベストと考えてる球団ですから上がりませんねこんな球団に指名される選手がかわいそうだと思います夏ドームの試合見たけどボールの安定感なかったね プロに入り体を作りパワーアップしたというより小デブちゃんに見える以前の彼はもう少しキレもありいい球投げるなぁと感じだが今はない少し身体絞った肩が良さげドラゴンズの投手陣の年俸は低すぎるような気がする小笠原などは他球団ならもう1億円は超えていたように思う 今永が来シーズンはメジャーで1年20億以上の契約で投げると思うが今永と小笠原に大きな違いがあるかと言われればそれほどないように思う少なくとも来期1億円と20億円ほどの違いがあるとは思えない広瀬も小笠原も MLB を目指して中日では実績作りの場と割り切るしかない 〈今季の契約公開で悩むより単年契約結んで来季その評価を奮起に変えてオフエフエ出た球団に高評価されて高年俸を狙った方が吉なような気がします〉〈ここまでの他の選手の査定を見る限りそんなに悪くない金額は提示されたとは思うけどねまあこればかりは小笠原が納得するまで話し合ってほしいかな〉 ただ海外を目指すなら勝ち星は別にして今シーズンみたいな成績じゃ厳しいからそのあたりは反省しなきゃ勝手な予想だけど8,000から9,000万の提示だったのかな今季6,600万なら成績次第では1億ってのも考えていただろうしチームの成績と個人成績1年間ローテを守ったイニングイーターとしての役割。 王の不在の中でエースとしての役割いろいろと考えるところはあるだろうがしっかり考えて納得した上で来季を迎えてほしい小笠原は確かに1年間頑張って投げました勝ち負けは打線のせいもありますが今回の査定は防御率が大きいような気がします 柳や高橋宏と違って3点台の防御率で負けが先行となると一概に打線の責任だけではない試合もあったことと思われるのでアップが少なかったのではないでしょうか今年の NPB は投稿打点が極端で阪神の村上などは1点台という驚異の数字全体に投手のレベルが上がっているので防御率で見られていると難しいのかな 否定投球回とか1年間頑張って投げたとかあってもチームの状況を考えると渋くなるようです。